臨海部と都心を結ぶ新たな公共交通手段が来月から運行を開始します。今日一足先に小池知事が試乗し期待感を示しました。来月運行を開始する BRT バス高速輸送システムはバスの車両を連結させることで一度に多くの乗客を運べる新たな公共交通手段です。この車両は全長がおよそ18メートルあり110人以上もの利用者を乗せることができます。連結したバスの定員は113人。車内は木目調の落ち着いた雰囲気で統一されています。東京都は都心と臨海部をBRT の複数のルートで結ぶ本格運行を再来年度以降に始める計画で、来月1日からプレ運行を開始。虎ノ門や新橋、勝どきや晴海のおよそ5キロを結ぶ区間が開業します。今日は小池知事が乗車し乗り心地や運行ルートを確認しました。新しい、都民の足として、また東京にいらした方にもご利用いただけるようなそういう新しい公共交通として定着することを期待をいたしております。来月から開業するルートでは朝6時から午後10時まで、ラッシュ時には1時間に6本ずつ運行します。料金は一律で大人220円です。運行ルートになる勝どきの人からは期待の声が上がります。どうですか？いいと思いますよ。1回の、ね、収容人数が多いじゃない。道がこう開けて輸送のそういう選択肢が増えたっていうことは地域にとってもいいことじゃないかなと思います。また今後について都は東京オリンピックの後に運行ルートを増やし、再来年度以降の本格運行の時にはオリンピックの選手村跡地にできる町を通るルートも加える計画です。